忍者道盾教室講師の山下忠彦です。忍者名は画廊と申します。よろしくお願いいたします。忍者道チャンネルでは時代劇やアクションで用いられる盾を分かりやすく解説してまいります。各回ごとに一つ一つ説明をしていき、それを組み合わせた盾を演出することを目標に進めていきます。今回の目標はこちらです。今回は納刀です。相手を切った後、敬礼状態から刀についた血を前に振り落とします。これを血振りと言います。そして斬新の後、鞘の濃い口を若干前に送り、人差し指と親指の間に峰を置きます。そして刀は前に滑らし、鞘は後ろに引いて行きます。刀が濃い口にポトリと落ちたら、鞘を刀の角度に合わせ刀を入れますが、鞘の方からも迎えに行きます。そして柄頭を持ち、しっかりと帯に入れます。次回からは約束組手春夏秋冬の春を解説していきます。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。